マイラッキーチャーム。皆さんこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今日も楽しくマイラッキーチャームお届けしたいと思います。23時30分になりまして、はい、3回目の放送ですけども、はい、はい、慣れました、ひとみちゃん。はい、慣れました。はい、去年はね、ひとみちゃんものすごく忙しくて大変だったと思うんですけど、今年は少しゆっくりできてますか？今年はちょっといろいろとありますね。いろいろとあります相変わらずバタバタしてるという。相変わらずバタバタですね。なんかいつもバタバタしますもんね、ひとみちゃんね。いつもバタ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 、動き方がなんとなくこう皇帝ペンギンみたいな、ね、皇帝ペンギン、ユーモラスで可愛らしいんですけどね。皇帝ペンギンなんか似てますね。え、なんとですか、皇帝ペンギンですか？仕草とか、仕草がね、うん、こう左右にこう動く感じですもんね、うん、なんか歩き方とかね、コボコボコボコ。まあ忙しいんだろうなというふうにね思いますけども、はい、体には気をつけてね、頑張ってほしいなと思いますけど、まああの年末の頃にはちょっと喉を痛めたりとかして大変だったと思いますけど、今年になって順調ですか？乾燥してますけど。そうですね、なんかちょっとまたこの1月になって声枯れしてるんですけど、またマヌカハニーをいただいたマヌカハニーで元気になります。うがいとかねちゃんとして、うん、夜寝るときはあれですね、あの乾燥しないように洗濯物とかを部屋にぶら下げとくと、うん、だいぶ違いますよね。靴下をね濡らしてぶら下げとくといいとかね。自分もまあ地方とか行ってあのホテルとかに泊まるときは、はい、あの鉄筋のホテルって乾燥しやすいんで、うんうん、バスタブにお湯をねあの入れっぱなしにして、あのバスルームを開けて寝たりとか、タオルをなんて水浸しにしてこう部屋に干したりとかして乾燥を避けるような工夫はしてますね、うんうんうん、やっぱり乾燥するとね、あの風邪も引きやすくなりますもんね、うん、常には皆さんのこまめに水分を取ってください。取ることだそうです。これ大事ですね。大事大事。水分を取っていろんな雑菌をね、喉を乾かさないこと、そう、うん、胃に入れてしまえば全部死んじゃいますからね。そうです、雑菌をとにかく流し込みましょうね。はい、はい、じゃあお便り、メールですね、届いておりますので、ひとみちゃんがご紹介します。はい、ラジオネームバレンティンさん。バレンティンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、皆さん、そしてなぐもさん、ひとみさん、一生懸命頑張ってる姿に感動しております。今ちょっと役者っぽくなんか感情入れて読みましたね。そうですね、皆さんみたいにね。ここでも練習って言いますかね。はい、はい、まあ、2月からね映画の撮影が始まりますんで、今役になりきってます。はい、どんな役どころなんですか？バレンティンさんに、はい、それ言えないまだね。お二人に質問ですよ。これから挑戦したいことってありますか、っていうことです。2022年、こんなことをやってみたい、江中ひとみちゃんの挑戦のね計画、これをね聞かれてるんですね。はい、いろんなことやってきましたよね、ひとみちゃんはね。ああ、そうですよね。お笑いやったりとかね、はい、朗読をしたりとかやってきましたけども、うんうんうん、さああと何やりたいですか今年。
まあ、芸能の方もそうなんですけど、うん、まあ、心理カウンセラーの資格を取りたいなと思っていて。言うだけは言いますね。いや、一応ですね、気象予報士はどうしちゃったんですか。もっと聞いて、最後まで聞いていただければと思います、はい、そして気象予報士のお勉強をさらにするということですね。さらにして、はい、だから今日は今年は、まあ、そういう資格をいっぱい取ろうと。そうですね、心理カウンセラーと、そ、ね、そうですね、気象予報士、はい、本っていうか、まあ、講座の本ですか、うん、テキストというか資料なんですか、問題集とかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、過去の問題集とか、それを買ったんですね。買ったんですか、心理カウンセラーの。です、本ですか。すごいぞ。もう合間にちょっと勉強して、はい、まあ、資格を取ろうか。心理カウンセラーっていうのは、なんかこう悩んでる人に的確な助言をするというか、そうですね、そういうことなんですね。そうですね、やっぱりこうね、一人でも多くの人に生きてもらいたいっていうか、うん、そういう強い願いがありましてね。真面目に話しちゃいましたけど、はい、偉いね。そうですか、うん、なのでね、ちょっと今少しずつ読んでます。はい、立派ですね。とんでもないです。あと気象予報士の方はですね、これはもう5年ぐらい目指してますよね。はい、気象神社、そろそろ気象神社に行くだけではなく、はい、高円寺にあります気象神社に合格しますようにとお参りを続けてまいりましたけども、その効果も虚しく、未だに合格しないひとみちゃんですけど、やはり本質的な勉強も必要ですよね。そうですね、ちゃんと参考書があるので勉強したいと思います、はい、みっちりね、うん、だから今年は頭もね、使って資格を取る年、うん、です。で、やっぱ可愛いだけじゃ生きていけないってことに気がついたんですね。可愛くないからね、資格を取って生きていこうと思いました。いや、いいことだと思います。はい、はい、ね、はい、南雲さんは自分がね、挑戦してみたいことは、そうですね、フットサルかな。いいですね、はい、私も行きたいです。行きたいですか。いろんなことに興味を持ちますね、フットサル。じゃあ一緒にやりますか、フットサル、はい、女子のフットサルに行きたかったんですね。宣伝行った時、フットサルって知ってますか。知ってます。サルと遊ぶわけじゃないんですよ、サッカーですから、ね、そう、うん、まだ宣伝行った頃に、うん、女子のフットサルがチームがあって、本当に近所にあったんですね。あそこは泉区にありました。はい、でいいなと思っていつも見てたんで、ずっとなんかやってみたいなと思ってたのが、心の中にこう引っかかってたんですね。そうです、すごい頑張ってください、フットサル。フットサルね、なんだろう、最近体動かさないし、うん、まあ少しねダイエットしなきゃいけないなと思うのと、数年前に心臓悪くして、うん、ちょっと動くと息切れがひどくて、あれ、なんか不整脈とかね、狭心症とかもあるんで、こう運動して心臓を鍛えようと、うんうんうん、長い時間なんか動いても、こう息切れしない、バテないような体にしたいなというのが目標なんですけど、で、ね、うんうん、で表のサッカーとかやるとさ、なんかね、外はこう洋服汚れちゃったりするじゃないですか。だから室内のね、外嫌いなんです、あんまり。こう虫とかもあんまり好きじゃなくて。お上品ですもんね。そうなんです、無菌状態が好きなんですもんね。そうなんです、シャワールーム完備のそういう体育館でフットサルをやりたいという。ずっとこう野球とかやってたんで、うん、もう野球の汚さっていうかね、あれ痛感してるんですよ、うんうん、本当に汚いですかね、野球っていうのはね、うんうんうん、なんで、まあ、やるんだったらドーム球場ですかね。結構あれですね、あれ綺麗好きなんですね。綺麗好きですね。金が怖いとかあるんですね。金が怖いっていうか、ホコリとか汚れとか、なんかそういう虫があんまり得意じゃないですね。ああ、だからアメリカンフットボールだったんですね。アメリカンフットボールも外ですよ。あれ？だからすごい汚いですね。中じゃないんですか？一流の選手はドームとかでやりますけど、やるやる、僕らがやってたのは河川敷というね、最も劣悪な状況ですよ。下は硬くて痛いですしね。それは大変でしたね。2、3日後に雨が降るというと、もうなんかすごいハムシみたいなのがいっぱい寄ってきますからね。じゃあ汗ダクダクだしね。でもこうかぶってますもんね、ヘルメット。かぶってますね。ひとみちゃんの大好きなヘルメットですけど。私かぶりたいです。あれ真夏なんかはね、ものすごい暑くなって、一回試してみたんですけど、ヘルメットの上にこの卵割ってこう置くと、完全な目玉焼きにはならないですけど、半熟ぐらいにはなりました。嘘です。
あの車のボンネットなんかもそうじゃないですか。真夏はものすごい暑くて、あそこに卵を割ったらハムエッグできますから。そのぐらい暑いんですよ。頭に乗っけて、卵乗っけて、ね、試合に臨んだ頭にハムエッグを乗っけてるようなもんですよね。面白すぎる、はい。いろんなことに皆さんチャレンジしてください。チャレンジしてください。じゃあここで、一曲お届けしたいと思いますけど、ひとみちゃんがユニットを組んでおります。エリザベスちゃんとユニットを組んでる恐竜図鑑。はい。初恋エレキギターをお届けしたいんですけど、はい、じゃあここでまた、なぞなぞ。なぞなぞ行きましょうか。はい。星は星でも、紙の星って何でしょうか。星は星でも、紙の星は何でしょうか。これは今年になって一番簡単かもしれないですね。ラジオの前の皆さん、そしてゆるキャラのゴロちゃん、そして下田ディレクター、考えてみてください。では、初恋エレキギター、どうぞ。2022年3回目のなぞなぞ、1週目2週目はね見事に答えられなかったディレクターが今回はドヤ顔でございます。はい、はい、はい、何でしたっけ問題は。はい、星は星でも紙の星は何でしょう。はい、ポスター。ポスター、正解。皆さん分かったでしょうか。ポスターが正解でございました。はい、はい、今聞いていただいたのが初恋エレキギター、はい、これが恐竜図鑑。
この恐竜図鑑もね、コロナ禍で昨年は新曲が出なかったんですけれども、今年は打てというね、今流れてるのはソロバージョンで、ソロバージョン、はい、あ、今日はソロバージョンだと、あ、すいませんでした、失礼しました、はい、失礼しました、本来は恐竜図鑑の歌なんですけど、はい、今日はソロバージョン、ソロバージョンでお届けしました、はい、はい、恐竜図鑑はね、打てという新曲も今年は出ますので、楽しみにしてください。では株式会社ナウンドからリスナーの皆様へのプレゼントでございます。今日のプレゼントはひとみちゃんのお友達のミステリー作家、はい、吉田康則先生。あ、毎回毎回ね、はい、難解で感動的なミステリーを書かれる ね、著名な作家さんですけれども、新刊が出ます。紙面のアシュラ、紙面のアシュラ、はい、人は多面性を持つさながらアシュラのごとくというね、人気シリーズの最新作でございます。こちらの本を5名の方に、はい、そして、はい、番組からは可愛らしいトートバッグを1名の方にお届けしたいと思います。はい、じゃあ宛先のメールアドレスお願いします。はい、mail@775fm.com、 mail@775fm.com まで皆さんご応募ください。はい、では江中ひとみと語ろう。今日色について。今日は色。色。カラーですか。カラーです。はいはい。カラー、何色がお好きですか。自分が好きな色ですか。黄色。あ、なぜですか。虎だから。やっぱり。なんかおかしいですか。その他は。その他に好きな色ですか。ショッキングピンクとかペパーミントグリーンとかですかね、うんうんうん、なるほど、そうなんですね。あんまり良くないですか。いいんです、いいんです、はい、みんな素晴らしい色ですね。あの色にはね、なんかこう風水みたいなのがありまして、はい、青色っていうのはコミュニケーションって言って、うん、こう人と人との協調性を表すものなんですって。だから持ち物、例えば今日は会議があるとか、うん、人と打ち合わせがあるっていう時は青のボールペン、青のノートお持ちください。商談がうまくいきます。これはいいこと聞きましたね。ですか、はい、青です、はい、青です、はい、青信号なんて言いますもんね。ゴーゴーって感じの前に進むわけですね、青はね。そうですね、そうですね。赤だとじゃあこう商談が止まっちゃうみたいな。そんなことはない。そんなことないですか。ないんだけど、うん、スムーズに行くのが青がいい。スムーズに行くには青がいい、はい、商談だったりビジネスには青の手帳、はい、青のノートを持ちましょう、はい、あとあのピンクはですね、あのお金だったりとか、うん、あと男女関係ですかね、はい、特に女性は運気をもたらす色なんですって。ピンク、じゃあピンクの服を着てると、じゃあ恋愛が実りやすくなるということなんでしょうか。そうです、そうです。インテリアもピンクにすると、はい、やはり優しい気持ちになれますし、はい、やっぱり女子力アップだし彼氏が見つかる、うん、まあ、女性的な色ですもんね、ピンクというのはね。男性ね、男性でもピンクを好きな方多いですよね。結構最近は多いんじゃないですかね、ピンク色が好きな男子ね。ね、多いですよね、はい、前は言えなかったんですかね、ピンク好きって。まあどちらかというとね、青系が男性で赤系が女性みたいな、まあ、住み分けがありましたよね、昔はね。ね、そうですよね、うん、そういうのもなんかランドセルなんかでもね、小学校の時男の子は黒、女の子は赤、これ逆にしてるとなんでって言われちゃいますもんね。あ、そうですよ、うん、でも今は好きな色を背負っていいんでしょうね、きっとね。今もうね、あのいろんな百貨店とかで ね、ランドセル売ってますけど、ものすごく個性的ですよ ね、色がね。そうですね、水色とか黄色とかありますよね。いい時代だなと思います。今もし自分が小学校1年生になるんだったら、何色がいいかな。あ、少なくても赤か黒じゃないようなやつがいいですよね、うんうんうん、何にしましょうかね。水色、ああ綺麗な色ですね。かいいですかね、うんうん。ピンクはいいんですか。ピンクはどうかな。ランドセルとしてはピンクね。うん、まあ、ちょっと合わないような気がしますけどね。うん、はい。うん、うん。ひとみちゃんピンクがいいですか、ランドセル。そうですね。ピンクかパープル。あ、パープルね。パープルも可愛らしいですよね。可愛らしい、ちょっとおしゃれな色ですよね。うんうん、でよくほら皆さん金の財布を持つといいとか言うじゃないですか。あ、お財布の色ですね。お財布の色ね、はい、
でもキムはいっぱいお金も入ってくるけどいっぱいお金が出ていくんですって。じゃあ派手な出し入れがあるわけですね、うん、金の財布は。なので男性だったらよく言われるのがあの黒とかがいいって言われますよね。黒いお財布、ね、はい、そうするとこう入ってきたものがじっくり、あ、出ていかないんですか。まあ入るだけっていうのは一番理想ですけど ね、それが黒なんですか。そうだそうだ、男性は黒、はい、女性はピンク。ピンクは貯金の色、お金が貯まりますね。一見可愛らしいんだけど絶対出さない女っていうのはピンクなんですね。でも本当にあのバン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 、ひとみちゃんも一時ピンクのお財布とか使ってましたよね。使ってましたね、はい、今何色なんですか。今は茶かな。茶、はい、あのね、あの、あ、親友からいただいた、お、はい、茶色、茶色、はい、はい、BGM が流れてまいりました。赤い車に乗ってですけども気にせずに、じゃあカラー行きましょう。はい、ちょっと弁護さんに質問なんですけど、はい、黄色がお好きじゃないですか、うん、黄色に合う色って何だと思います。黄色に合う色、黒、はい、あたり、あとは、あと何だろうな、黄色のネイビー、あ、それもいいかもしれないですね。はい、黄色とあの緑とかもいいそうです。黄色と緑ですか ね、はい、あと黄色と赤、黄色と赤、うんうん、ね、なんかそういう色、やっぱりこう色っていろいろあるんですけど合わせやすい色、絶対合わない色ってあるみたいですね。あ、よくファッションの相性がいい色と、世界ではよくその色の何ですかね、そういう関係っていうかそういうのも重要視されてスタイリストさんも選ぶみたいですね。ね、ファッションというか難しいですけど、うん、じゃあこれの色の組み合わせはダメだよっていうのがなんかあるんですか。これとこれはダメだよって。そうですね、ダメなのはですね、うん、ダメっていうわけじゃないんですけど、うん、あんまり良くないかなって思うのは、はい、黒と黒と、はい、黒と、うん、黒と黒、黒と黒黒と黒はあまり良くないですね。なんとなくあの、はい、モノトーンでね、黒と白だったらいいんですけどね、はい、黒と黒だとなんかよく言いません、こう全部黒にしちゃうと幸運がいっちゃうから、はい、なんか一つリボン、白を入れるとかそういうことですか。赤を入れるといいんですって。赤をね、例えば目に見えないものでもいい、ね、いいので下着が真っ赤にするとか、下着を、うんうんうん、そうすると黒を全身着てもいいんだそうですね。わかりました。じゃあ黒一色にならないように皆さん気をつけてください。赤を入れてね、はい、そんな感じです、まあね、割と昭和の頃はその黒一色のファッションみたいなね、カラス族とか流行りましたけど、じゃあ下着は赤でということでね。そうですね、あとちょっとりおリボンね赤にしたりとかね、あ、ネクタイ赤にするとかね、あ、そう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 、いいと思いますね。はい、エンディングのテーマ困るんるんよが流れてまいりましたけど、まだカラー続きますか。あ、もう大丈夫かな。大丈夫ですか、はい、はい、皆さんのラッキーカラーとかもね あったりすると思うんですけど、それを見つける方法とかなんかあるんですか。ラッキーカラーを見つける方法、はい、ひとみちゃんのラッキーカラーって何色ですか。ピンクだと思います。ピンクと思います。もう自分で決めちゃっていいですね。だからピンクを持つと女性は幸運に、はい、なるって言われますね。皆様のラッキーカラーを、ね、見つけてほしいと思います。じゃあひとみん情報でございますけど、1月23日、はい、日曜日、はい、午後3時から中野北口ブロードウェイ2階、はい、中野名曲堂さんでひとみちゃんのレコアツキャンペーン、はい、こちらはコーヒーとケーキがついて2000円、はい、ぜひ皆さん来てくださいね、はい、毎回すごい人気なんですけど今回もまだまだ残席があります。はい、残り50ほど残っております。よろしければ来てください。名曲堂来てください。お待ちしてます、はい、お願いします。そして1月の25日火曜日は、北千住周英部放送局から七色スマイル部、はい、午後3時30分から生放送でございます。こちらも観覧できます。はい、はい、観覧できますのでぜひいらしてください。お待ちしております。はい、では日付はもうちょっとで変わります。1月20日の花と宝石お願いします。1月20日この日の花はですね、雪柳だそうです。雪柳、はい、はい、おいしはこれ難しいんですね、うん、ビックスバイトっていう、ビックスバイト、はい、なんか赤のおいしみたいです、はい、初めて聞きました、ね、はい、この日にお生まれになった方の性格です。はい、この日にお生まれになった方の性格です。説得力に、あ、説得力があり実行力に優れています。仕事を一生懸命する、そしてアグレッシブルで
とても気さくで優しい人が多いそうです。では次回のマイラッキーチャームまで、シー